朝日自動車カ族営業所は、埼玉県家族市に所在する、朝日自動車株式会社のバスタクシー営業所。東武鉄道直営時代の東武バス、カ族営業所を、東武バスの地域分社化に先立ち、朝日自動車へ移管したものである。本校では、東武バス、カ族営業所についても記述する。また、東武バス、行田出張所の閉所時には全路線を引き継いだ。加 河野巣市、行田市、羽生市で一般路線バス、コミュニティバスを運行するほか貸切バスを担当する。また、数野駅構内を中心にタクシーの配車を行っている。その他の施設過去に存在した施設路線網は、加野市、河野巣市、行田市、久喜市の4市にまたがっている。以前は、桶川市、北本市、熊谷市にも路線が伸びていた。 加須駅、コ野ノ駅線以外は、加須車庫とは、営業路線はつながっておらず、三方向四系統で独立しているが、加須車庫、行田地区、まなイタ十字路停留所、豊野地区はほぼ一本の道で結ばれており、その道を通じて、改装運転がされている。加須駅とコ野ノ駅との間を、加須市急気最長経由で結ぶ、路線群である。全域間運行便の他、 複数の区間便設定がある。主要停留所は、カゾ車庫不動岡高校カゾ市役所入口カゾ駅、北口、保健所入口カゾ駅南口記載場プラザ、記載環境科学国際センター笠原十字路市、役所入口高野ノ駅東口高野市役所、免許センターである。旧記載町を走る路線バスとしては、中心的な路線であり、 高野末駅記載場間は1時間に1の4本と、多めの本数が確保されている。日中ほとんどの便が、カゾ車庫免許センター、または、カゾ駅南口から免許センター間の運行である。平日夕方のみ、カゾ車庫コカゾ駅北口間の一往復がある。従来、カゾ市側は、カゾ車庫及び、カゾ駅北口が中心となる、奇襲店だったが、カゾ駅、 南口ロータリーが整備されると、河ノス市川に近い数え駅南口を経由するよう、ルートが変更され、さらに現在は、北口奇襲点だった便はすべて、南口奇襲点に変更されており、数え駅北口を奇襲点として、河ノス方面を結ぶ便は運行されていない。2018年3月26日より、加戸市街を呼び、河ノス市街で一部ルートを変更。 いずれも、両市役所から離れた経路だったが、それぞれ近くの数市役所入り口、市役所入り口を経由するようになり、またそれぞれ不動岡高校前、関東福祉専門学校前を経由する。またこれに伴い、河野市街で、加方面と免許センター方面で、河野市駅東口、保健所前間で経路が重複する。2021年7月1日より、 行き先の一つでもある。福祉センター停留場、記載場に、名称変更高崎線高野須駅と埼玉県警、運転免許センターを結ぶ路線である。同区間には、高野須駅免許センターの折り返し便のほか東営業所の k g 1 2 2 2 3十に及び、KN21.22 系統、さらに、川越観光バスの、 東松霊に東松山駅免許センター線や、東武バスの川越霊山川越駅免許センター線が運行されており、朝や夜間を除き1時間あたり10本程度が運行されている。河野須駅から河野須市川里地区を経由して、行田市東部にある、まな板十字路を結ぶ路線である。河野須、行田市境の新落合橋までは、毎時1本程度であるが、 新大地合橋から、まな板十字路間は追日数本のみである。もともとは、k g 1 2 2 2 3 2系統や廃止された、桶川駅線と同様に、一旦、高野須駅に発着して一部便が延長して、免許センターに乗り入れる経路だったが、2014年11月4日付で、高野須市街地のルートを大幅に変更し、全便が、 河野須駅から新落合橋方面の経路途中で免許センターを経由する形になっており、河野須駅免許センターの区間便も同じ経営の系統を割り振られている。まな板十字路停留所は校舎専用で、河野須駅行きは一つ隣の道裏停留所が始発地である。前身の東部バス時代にはまな板十字路から さらに北上し、東武伊勢崎線の羽生駅東口まで乗り入れていた。また、まな板十字路バス停には本系統と交差点で直行する形で、国道上を走行する、数駅不動、丘行田水木公園間のバス路線も存在していた。高崎線吹上駅と行田市中心部を結ぶ路線で、一部は、行田市東部の工業団地へ向かう。 行田市と高崎線を結ぶ路線であり、吹上駅行田市間は1時間に4の5本運転されている。経由地により大きくに系統に分けられ、吹上駅の乗り場も分かれている。行田折り返し場と総合教育センターという共通の行き先がある一方で、様経由の工業団地、前谷経由の行田市駅と片方にしかない行き先もある。 特に距離の短い様経由は1時間に3の4本運転されており深夜バスも運行されている一方の前谷経由も1時間に最低1本は確保されている2011年4月1日より一部便が総合教育センターへ延伸された2011年12月13日までは旧東部バス行田出張所である行田車庫を、 行田市内路線の拠点車庫として使用していたが、翌日より、行田折り返し場を新設した。2020年3月の国道125号を繰り走し、大都根バイパス開通によって、豊野地区と加速市街、営業所のアクセス利便性が向上したことにより、2021年4月1日より、区期営業所から移管された。2021年7月1日より、和紙宮駅東口駅に、 乗り離返し。この路線は、鷲宮神社の近くを通るため、正月三が日,日や、長瀬祭りの際には、周辺道路に交通規制がかかり、迂回などの処置が取られる。また、長瀬祭開催の際、東鷲宮駅鷲宮総合支所間の臨時直通バスが運行される。桶川駅と河野水器免許センターを、旧中線道を経由して結ぶ路線であった。 東部時代の最盛期には、大宮駅東口まで運行されていたが、上尾駅東口までに短縮された後に、最終的に、桶川駅発着に短縮された。さらに、2009年7月には、大幅な減便が実施され、1時間から2時間に1本程度の運行から1日に往復に、大幅減便された。2014年11月4日付で、路線廃止となった。 加須駅と加須市北部の大越地区を結ぶ路線であった。本数は少なく朝、日中、夜に必要最低限の本数が運転されており、日中の運行は昼間時間帯にわずか1から2本のみであった。2014年11月4日付で路線廃止となった。先に廃止されていた桶川駅免許センター線を除き、他の路線は、 鉄道で直接結ばれていない地域を保管していて、一定の需要があったのに対し、この路線は、秩父鉄道線と並行しており、前身の行田車庫発着時代や、東武バス時代末期の時点で、すでに運転本数が、極めて少ない路線だった。また、FK 系統と同様に、行田車庫から、行田折り返し場に、経路を変更された路線であるが、工業団地。 教育センター、行田市駅発着の設定はなかった。2015年1月10日をもって廃止された。行田市内循環バスで使用していた、専用塗装の日の、リエッセ2000年4月に、東武鉄道から移管された際には、イスズエルガミオのツーステップバスの新車が導入された。同年10月に東武バス、行田出張所の路線が移管された際の造備車からは、 エルガミオのワンステップバスに仕様が変更された。元東部バスのイスズ自動車製中型車も数台が在籍していたが、後に国際中央交通へ移籍した。2014年時点では、イスズエルガミオ、日野、レインボー2、日野、レインボー RJ、日野、ギエッセ、日野、ポンチョが在籍する。またエルガミオは、ツーステップ、ワンステップ、 ノンステップがすべて揃っている。東部バス、数営業所は埼玉県北東部の一大拠点であった。しかし、相次ぐ路線廃止により、参加で最大規模を誇る、勝負出張所の半分以下という在籍車両数が少ない営業所となっていた。また参加に、ハブ出張所とサテ出張所があった。椅子図自動車製の車両が配置されていた。 自動車排出がス規制関連で1995年、前後に新車が数台入った以外は、東京都内や埼玉県南地区の営業所からの、転属車で占められていたのだという。東部交通広告のご案内、AB 東部鉄道車支援算出編、東部鉄道100年支援線と共に歩んだ100年、東部鉄道、1998年9月。 運行経路の変更について引く朝日自動車2021年7月1日実施停留場の移設名称変更のお知らせお知らせ朝日自動車2021年7月1日実施東和紙宮駅西口発着路線の和紙宮駅東口乗りで時刻変更についてお知らせ朝日自動車シャトルバス時刻表案内2012発生祭り公式サイト朝日自動車 ありがとうございます。